どうも、モノマネ芸人の村瀬です。モノマネグランプリ、グランメゾン東京のモノマネしましたけれども、もうワンパターン、いろんな芸能人出てきます。グランマネメゾン東京です。どうぞ。いや、うちらグランメゾン東京は、ミシュランの三つ星を狙う。で、そのためにはいろんな人のアイディアが必要。で、相沢、なんかいいアイディアある？オバナ、マグロは難しい料理だよ。でも新人シェフのもこみちくんなら料理も作ってたし何かわかるかもしれない。マグロ料理のアイデア、カンテサンスチュロスノワゼットグリエ、ソースにリーキペコロスウーシャンファンレモングラス風味はいかがでしょうか。オリーブオイルとナッツオイルをドバドバいきましょう。要するにグリルってことだ。あとマグロが大事になってくるけど、このマグロはブーグー動画撮ってきました。そうだね、ケンちゃん、ケンちゃん、僕は釣りバカなので本物を釣ってきました。オーケー、女の子のようにマグロも釣っちゃいましょう。ショータイム。いいかい、マグロはダイヤの原石だ。マグロがダイヤになるか調理次第だ。いや、ドラマが変わってもいいのかもしれない。時を戻そう。そうだ翔平、その通りだ。女の料理も下ごしらえが大事だ。そうだね、じゃあ私ね、グルーガンでマグロ解体しよう。はぁ、まあシンプルに考えて、オバナさんが本当に世界一を目指すんやったら、マグロではないなと。海の王様のサメ。サメの中でも、ハンマーヘッドシャーク。ハンマーヘッドシャークを料理に使うべきやなと。ハンマーヘッドシャーク、何やハンマーヘッドシャーク、大悟もなんか言え。そうっすね。正直、IKNN っすね。IKNN? イカニカン？よし、うん、イカニカン。代表違いや。平野くんもなんか言え。ノブさん、イカニカンって、もしかして漫画ですか？漫画じゃない。なんやこいつら、もうあかん。そうこうしているうちに、完成した料理を、ミシュランの調査員が、食べに来ました。密着。いただきます。うまい、これ。ブラボー。ブラボーですよ、もうこれです。これ。三つ星じゃないですよ。ゼロ円食堂。いっちゃいましょう。